よくある質問で彫刻刀について質問が多いので、今日は彫刻刀について話します。で、僕ら本職の人はこういう彫刻刀は刃物だけで買います。こんな感じです。で、普通の皆さんが結構買うのはこうやって刃物と持ち手が一緒についているもの、こんな感じです。この2つの違いは何なのかっていうのが多いので、これについてちょっと説明していきます。日本の鍛冶屋さんで使われている多くの鋼は矢すき鋼っていう鋼を使ってます。で、まあ使ってないところもあるんですけど、まあ主に矢すき鋼が多いです。で、その中で成分や硬さによって青髪、白髪っていうような名前で分けられています。まあ他にもいろんな名前があるんですけど、今は彫刻刀はその2つが多いので、それを説明します。彫刻刀と持ち手が一緒になっている鋼は白髪、白鋼を使っています。で、僕らが買うこういう彫刻刀は青髪、まあ、青鋼を使っています。で、青髪と白髪の違いは、この白髪にタングステンとクロムを混ぜたのがこの青髪で、そうすることによって切れ味の持続性が増します。だからこっちの方を結構本職では使います。細かく成分を分けると1号とか2号とか、まあスーパーとかそういうのもあります。で、まあ僕は主に硬さで考えてるんですけど、1号2号、1号の方が2号より硬い、青髪1号は青髪2号より硬い、まあ、白髪1号は白髪2号より硬いっていうような感じで番号で考えてます。大事になってくるのは鍛冶屋さんの焼き入れによる加工技術。同じ鋼でも全く違う切れ味になったりします。で、まあ青髪の場合は神経質な鋼なので、その鍛冶屋さんの技術がとても大事になってきます。で、まあ一概にここの刃物がいいとかっていうのはあまり言えないですね。なぜかと言いますと、まあ、仕事内容にもよりますし、使うものとか使う材質によってやっぱりこの硬さがいいとか柔らかさがいいとかって変わってくるので、自分の相性の良い鍛冶屋さんを見つけるのがいいのかなと思います。まあ、初めはもうその買う場所が決まってるんであれば、それをずっと使ってて慣れてきたらいろいろ試してみるのもいいかなと思います。で、まあこれからこの青髪の鋼と持ち手のこの持ち手の作り方を教えます。で、青髪のこの鋼を買った場合、こうやって2枚の板を用意して、この中板に溝を掘り込んで、こうやって2つまずくっつけてはめる形になります。まあ、こんな感じか。まだ溝入ってないんですけど、この隙間がないようにぴったりとくっつくように彫ります。それまた今から見せます。で、例えば他にもこの先端が丸くなってる場合は、もうこういうふうにドリルで穴を開けて、もう四角い状態からこうやって穴を開けて差し込む形になります。で、あと丸刀のようにこういう形になっている場合はですね、この形に合わせて彫り込む。これから彫刻刀の持ち手の作り方を伝えます。基本的にこの形に合わせて作ります。これ小刀ですね。
先ほど2枚あった板のうちこっち平らな方を使います。で上からだいたいまあこれぐらい出てれば使いやすいかな。これぐらい、これぐらいにしときます。でちょうど真ん中ぐらいに来たらこことここ同じ幅なのを確認して細いシャーペンでこうやってなぞります。でこの部分を削るんですけど、これをこうひっくり返してここにはめ込みたいので、この台形になってる、この台形になってる形をここにはめ込みます。ここですね、これこことここ台形になってるんで、でこれは直角に入れるのじゃなくてちょっと台形になってるのでちょっと直角より斜めに切り込みを入れてきます。直角よりもちょっと気持ち斜めに。これが全部下まで埋まるように掘ります。ここら辺も全部、小さい平とかあるとこう便利なんで、これでバーッと削っていっても、次はこの丸い彫刻刀ですね。ここの丸いのはあんまり考えなくていいので、ここのはまる部分の丸い部分だけ、この丸い部分だけ掘るように、これも同じように上からこれぐらいかな出して、鉛筆でまたまっすぐ、こうまっすぐこうやって、でここが一番深くてこういう感じだね。徐々にここが一番深くなります。だから内丸を使うのがいいです。この形に合わせて内丸を使います。ここら辺まあ、ここはちょっと難しかったらちょっと広めでもいいので、ぴったしは考えなくて、ちょっとずつはまっていくかな。だいぶ深いのでこれだけ深いものは逆側も、もう片方の方も同じようにいって、だいたい同じ幅、ここの幅、こっち側は直角についた方がいいです。この面こういう風につくので直角についてこうやって直角について下も一緒に、でこれは削っていくと、
こういう小さい彫刻刀もこの形に合わせて同じ要領で、ここが平らなのか丸くなってるのかでまた彫り方が変わってきます。でたまにこれが円柱になってる場合があるので、こういう作り、こういう彫刻刀もあります。これはもうほとんど円柱なので、これは一本の木で作ります。こういうような一本の状態の木で作って、真ん中にドリルの穴を開けてそこに差し込む感じ、それがこうこの彫刻刀ですね。